桜島線。桜島線は、大阪府大阪市小野花区の西九条駅から、桜島駅までを結ぶ西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線である、JR 夢咲線、JR 夢咲線の愛称が付けられており、案内表示類や放送では、桜島線と案内されることは、ほとんどない。なお、本校では、 桜島線の前身である西成線についても記述する。起点の西九条駅で大阪環状線に接続している。ユニバーサルスタジオジャパン、USJ 開業に先立つ2001年3月1日に、道園の最寄り駅となるユニバーサルシティ駅が開業し、JR 夢咲線の愛称が制定された。これと同時にラインカラーが定められ、大阪環状線と同じ赤。 とされていたが、2015年3月14日から、路線記号 P が設定されるのに合わせて、ラインカラーは、コン、に変更された。JR 夢咲線の愛称は公募で決定された。この名前は、公募1位ではなかったが、柔らかな五感と、桜島線の沿線の米エリアは USJ を、中心として、大阪の夢が生まれつつある地域で、その夢が咲くことを期待して選ばれた。 かつては、沿線の工場への通勤路線の意味合いが強かったが、2001年3月31日の USJ 開業後は、そのアクセス路線として機能している。全区間を JR 西日本近畿統括本部が管轄しており、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の大阪近郊区間と、電車特定区間の大阪環状線内、及び IC 乗車カード、 愛国家エリアに含まれている。前線で、安治川の右岸を走行している。高架駅の西九条駅を発車するとすぐに、JR 西日本の中で最も急な35、パーミルを進み、右にカーブをしながら、大阪環状線の外回りをくぐる。六軒屋川を渡って、国道43号をくぐって、住宅街を進み、住友科学の大阪工場を抜けると、 貨物ヤードが広がる味川口駅に到着する。この先は、USJ の建設を中核とするこの花西部、臨海地区と地区各整備事業に伴い線路が移設された区間で、高架橋を進んで、USJ の最寄り駅である、ユニバーサルシティ駅に到着する。当初の計画では、味川口駅桜島駅間を地下化して、USJ の正門前に新駅が設置される予定であったが、 工事費と工期を削減するために地平式に変更され、USJ の南側に沿う区間は大阪市の負担によってセルターで覆われて公園となり、終点の桜島駅は USJ の南西端に移設されている。なお、一万一片方の線路が使用できなくなった時にも USJ からの乗客を円滑に運ぶため、西球場駅。 ユニバーサルシティ駅間は相単線として、それぞれの線路で単線運転が可能となっている。すなわち、下り線が使用できない時は、上り線のみで折り返し運転ができるようになっている。そのため、各駅には、通常の進行方向と、反対側にも信号機が取り付けられており、踏切にも、どちらか一本の線路で上下の列車を運転する場合があります。 という看板も設置されている。1999年4月1日に線路移設されるまでの安治川口駅、桜島駅間には、北高運河に架か,かる北高運河第一橋梁と呼ばれる稼働橋があった。1927年に架橋された最初の飛べ海式稼働橋であったが、建設当初から2.6メートル近く沈下して、浸水によって運転に支障が出ることから、 1976年7月7日に、同じ稼働橋に掛け替えられた。旅客列車は、仙内より開始のシャトル列車、西九条駅桜島駅間と大阪環状線との直通列車、天王寺方面京橋駅大阪駅、桜島駅間がある。日中の12時台から16時台の初めまでは、シャトル列車のみが1時間に4本運転されている。 2011年3月11日までは、日中にも大阪環状線直通列車とシャトル列車があり、1時間に計6本運行されていた。以前は大阪環状線の混雑のため、朝夕ラッシュ時はシャトル列車のみ運転されていた。2015年3月14日現在は、午前中と夕方前から夜間に大阪環状線直通列車が運行れている。 JR 西日本の方向膜の表示は黒字が一般的であるが、桜島線へ直通する列車は容易に区別できるように青字を基本としており、また、大阪環状線と桜島線と直通する列車が区別できるように赤いラインが追加されていた。この行き先方向膜は103系と201系で使用されていたが、201系は 方向膜の三色 LED 化改造が行われ、103K も 323K の導入に伴い2017年10月3日の運用を最後に撤退し、この膜は姿を消している。現在は 201K、323K の LED 方向膜には路線記号が追加されたほか、323K ではラインカラーの紺色を表示しており、 環状線列車との区別を図っている。2012年3月17日から日中はシャトル列車のみとなったため、大阪駅京橋駅天王寺駅間では、関空快速、奇襲路快速が大阪環状線天王寺駅発着に変更されているとともに、大和寺快速と関空快速、奇襲路快速の停車駅に福島駅が追加された。西九条駅において、 大阪環状線との直通列車は、大阪、京橋方面行き、桜島行きは、中央の2.3番乗り場、両側にある2つのホームで1つの線路を共用、シャトル列車の折り返しにも使用から発着するのが基本となっている。なお、一部の大阪、京橋方面行きの列車は1番、外回り乗り場から、桜島行きの列車は4番、内回り乗り場から発車している。 その西九条駅2.3番乗り場は、京都、新大阪方面から、関西空港、白浜方面へ向かう特急、遥か、黒潮なども通るため、これらが遅延した場合には、桜島線の列車にも影響を及ぼすことにな、桜島駅からの列車が西九条駅手前の第一、城内信号機付近や味川口駅で信号待ちを、するケースも多い。 USJ の開業以来、日中のシャトル列車は一編成のみを使用して、船内を往復する形態で、運転時間の関係から、西九条駅、桜島駅における折り返し時間が2から3分程度しか確保できないなど、余裕の少ないや設定となっていた。しかし、2005年4月25日の、福知山線脱線事故を契機に、 ダイヤの抜本的な見直しが行われた2006年3月18日のダイヤ改正以降はに編成仕様の運用に変更され大阪環状線との直通列車を含めて桜島駅での折り返し時間及びユニバーサルシティ駅での停車時間を長めに設定するなどダイヤに余裕を持たせている列車番号はシャトル列車は600.700番台末尾のアルファベットなし 大阪環状線へ直通する列車は、天王寺駅から引き続き環状運転を行う、場合は1500番台、京橋駅もしくは、天王寺駅までの運行の場合は2300から2500番台で、あり、末尾に、いいがつく。2011年4月18日から、平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、8両編成の4号車に、 女性専用車が設定されている。対象車両及び乗車位置には、女性専用車の案内表示が設置されている。USJ の多客が見込まれる日には、定期列車だけでは輸送力が不足することから、臨時列車が運転されることがある。また、2014年7月26日から、原則毎週土曜日に新大阪発桜島行きの、臨時快速列車が運転されている。 途中停車駅はユニバーサル指定駅のみ。この列車は同じく USJ への利便性向上のために運転されている山陽新幹線の臨時列車光580号から接続しており、車両はウィザーリングワールド・オブ・ハリー・ポッターをイメージしたラッピング列車が使用されている。かつては卓脚機に東海道本線、山陽本線で臨時快速列車、快速、 ハリウッドエクスプレス、快速、琵琶湖ハリウッド号や、山和寺線から、奈良発桜島行きの、山和寺ハリウッド号、北陸方面からの臨時特急、ユニバーサルエクスプレスが運転されたこともあるが、2000年代後半に、USJ の観客動員数が減少傾向にあったこともあり、2010年春以降は、運転されていない。なお、ユニバーサルエクスプレスは、ユニバーサルシティ駅を、 始発、終着駅としているが、同駅では直接折り返さず、改装として桜島駅まで運転した後に折り返していた。この列車は午前中運転の往路から夕刻運転の袋まで時間があったが、桜島線内では留置できず一度車両基地へ改装されたため、桜島線鬼をに往復していた。2004年7月31日に USJ で開催された。 ロックグループグレーの大型コンサートグレーエキスポ2004では10万人規模の観客を動員したことから当日は午前10時頃から特別ダイヤが組まれた特に公演終了後の20時以降は環状線直通の定期列車と臨時列車が最大3から4分間隔で運行され20時過ぎから23時までは最大1時間12本すべてが直通列車となり この時間帯の大阪環状線西球場駅、京橋駅間では、直通列車と環状線の列車により、超過密状態となり、定期列車と臨時直通列車との運転間隔が1分を切る時間帯があった。また、アーバンネットワークエリアでは一部の線区、区間を除いて大晦日から元日にかけて、終夜運転が実施されている。USJ では2001年3月の開業以来、 毎年新年のカウントダウン特別営業が行われているため、2001年度の大晦日から毎年昼夜運転が実施されている。ここ最近では、シャトル列車及び大阪環状線との直通列車を交互に約15分間隔運転している。西球場駅、安治川口駅間には、日本貨物鉄道、JR 貨物による貨物列車も、 毎日運転の列車が1日に往復と、特定曜日運休の列車が1日3往復運転されている。全列車が梅田貨物線に直通し、追田貨物ターミナル駅を経由している。西九条駅で最も西側の一番線に発着するため、六軒屋川橋梁を渡って、貨物専用線を運転して、西九条駅に到着する。このため、 大阪環状線の外回り線をくぐる線路は使用していない。全列車が吹田総合車両所森の宮支所に所属する電車で運転されている。車体色はラッピング車両を除き朱色1号で統一されている。323系が導入されるまでアーバンネットワーク内の路線では珍しく、すべての定期列車に国鉄型車両が使用されていた。ただし、 2014年2月17日から21日に大阪環状線で長時間帯の電車を実験的にドアに統一した関係で大阪環状線に直通する一部列車に JR 西日本発足後に登場した車両である223系と225系が使用されたことがある。USJ 開業以降は USJ のラッピング車両が運行されている。 USJ 開業当初は103系6両編成4本が使用されており、編成ごとにテーマが異なるラッピングが施された。夏休みなどの USJ 繁忙期には一時的にラッピング車両の編成を組み替えて異なるデザインの車両が混じった8両編成として運転されることがあった。その後、USJ のラッピング車両は組み替えにより、 アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライブ号の中間車がセサミストリート 4D ・ D、ムービー・マジック号とウッディ・ウッド・ペッカー号に組み込まれて2編成に減少し2012年3月17日以降はラッピング車も含め全列車が8両編成で運転されているその後ラッピング車両は201系8両編成に変更され2012年10月17日より ユニバーサル・ワンダーランド号、2013年2月1日より、ウィザーリング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターが運転されている。1980年代後半にユニバーサル・スタジオが日本進出を検討し、大阪市が大正区への誘致を持ちかけたが破談になり、後に、この花区への誘致を持ちかけ、1994年1月に、この花区への進出が正式に決定し、 桜島線はユニバーサルスタジオ計画地の中央を横断していたため計画地の南側に約250メートル移設することになった。1999年4月1日に単線区間が残っていた味ジガ口駅、桜島駅間を伏線の新線に切り替えられたと同時に桜島駅を移設している。1999年から2001年にかけて USJ へのアクセス路線として改良するため、大阪環状線への直通運転を休止して、安治川口駅の共状駅化や、信号設備の改良などの工事が行われた。この輸送改善に関連して、1965年から地元住民や商店街が要望していた西急場駅、安治川口駅間への新駅、春日出駅を提唱していた設置運動が行われて、 いたが、この輸送改善に合わせては、新駅は設置されておらず、需要が見込めないとして、設置は見送られている。2001年3月31日に、USJ の開園に先立って、最寄り駅となる、ユニバーサルシティ駅が3月1日に改良し、同日より、JR 夢咲線の愛称も使われるようになった。その後、3日のダイヤ改正により、 大阪環状線との直通運転が再開されている。2009年9月10日に当時の大阪府知事であった橋本徹が大阪ワールドトレードセンタービルディング現大阪府佐吉庁舎への不調移転問題に絡み桜島駅から南港ポートタウン線ニュートラのトレードセンター前駅までの約 4km の延伸を検討していることが報道で明らかになった。 不調の全面移転は断念したが、大阪府と大阪市が、ユメスに誘致を進めているカジノを含む統合型リゾとの鉄道アクセスとしても桜島線の延伸が計画されている。なお、ユメスは2018年11月23日深夜に決定した2025年の大阪万博の会場でもあるが、JR 西日本の黒島達夫社長は、 万博開催のみでの延伸実施しないとしている。この計画では、港湾五岸の下を通るためユニバーサルシティ駅の西付近から地下化し、桜島駅も地下化される。工事延長は約6トルで、整備費は約1700億円である。同じく地下鉄中央線の夢末の延伸よりも事業費が約3倍になり、後期も長くなることが懸念されているものの、 大阪駅周辺へのアクセスも約22分と最短で関西主要拠点へのアクセスが改善されるとされている。なお、橋本は都市戦略上は JR 桜島線の延伸を目指すべきだと発言している。それより前は1994年1月に当時の大阪市長であった西尾正也が2008年大阪オリンピック招致を表明した際に そのアクセスとして舞島まで延伸が検討されたことがあった。また、大阪府は2012年に桜島駅より先ス、南港を経て、長い駅に至る路線構想の実現を目指すと発表している。もともと西九条駅桜島駅間は、独立した路線ではなく、西成鉄道を鉄道国有法により買収した、西成線の一部を1961年の 大阪環状線全通時に分離したものである。沿線工場への貨物輸送や通勤路線という目的から昼間は閑散とした状態が続いていたが、USJ 開業後はそのアクセス路線として終日賑わっている。内は起点からの営業記録を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。